皆さんこんにちは昨日の動画でかなり誤解を与えるような表現があったことをまず深くお詫びしますすいませんでしたえもう一度ですね自分の口から今どういう状況になっているのかをご説明した方がいいかなと思ってこの動画を撮ってます先ほどですね堀江さんの方のチャンネルで生配信で一緒にコラボさせていただいて 大体の流れ、大まかな流れっていうのをですね今回何が起きたかを含めて説明しましたそれを見てくれた方は大体多くの方は理解してくれたんじゃないかなと思っています詳しい経緯に関してはまずそちらの方をねご覧いただければなと思っていますそして、まあ、自分自身、ね、今回ですねここまで大暴落をして資産を失ってあの人生最大のピンチであることには残念ながら変わりはありません もちろん、あの、生活ができなくなるとか、そういったレベルではないです。ただ、まあ、今回ですね、大暴落にあたって、お衣装だったりとか、まあ、お衣装を伴う借金、そういったものを自分個人が受けそうになってしまったために、そのマイナスを埋めるために、会社のお金を引き出してしまいました。まあ、これは堀江さんとの配信の通りなんです。 え会社のお金っていうのはですね社員のためだったりとか従業員さんのためそして、えー、取引先さんへの支払いのために使う大切なね会社の運転資金なんですそれを僕はまあほに愚かなことに、まあ、パニックになってたこともありますが、まあ、言い訳なんかいらないですねはいあの使ってしまいました、えー、それをまあ流用してなんとか今株をですね維持してるような状況ですこれ自体は経営者として本当にほんに失格だと思いますし もう経営者として自分やっ,ちゃやっていっちゃいけないのかなとかそれぐらい思っていますそこでその運転資金をまあ自分で使ってしまって来月の末にはですね支払いだったりとかいろんなものがあるのでマイナス3億円弱マイナス3億1,000万ぐらいですかねのマイナスになる予定ですそういったものを支払えなければですねもちろん待ってもらったりとかいろんな交渉しようと思うんですけど、まあ、最終的には破産することも 破産することもあり得るんじゃないかなとか、まあどうなっていくのかなとか、初めての経験なんで正直わからないんですけど、そういったところまで追い込まれてしまいました。まあ、追い込まれたと言っても自分がね株の取引で大損しただけなんで、別に誰が悪いわけじゃなくて、自分自身が全て悪いです。100%自分が悪いです。 そこで、どうしていくかというと、もちろん自分の絵だったりとか、土地だったりとか、ブランド品だったりとか、そういった資材を今、何とか売れないかなと思って、いろいろ動いています。その売る中で、やっぱり絵とか特に土地とかはですね、かなり売るのに時間がかかるんですよね。 そして買い手が見つかるかどうかもわかりません。とにかく今現状は来月末にある3億円弱のマイナスですね。キャッシュフローのマイナスを何とかしないといけないなと。そういう思いで日々尽力しています。 動画の中で、まあちょっと誤解を与える部分がね、その10億円、まあ会社からいろんな理由をして、えまあ使ったその、や、まあ1億円、厳密に言うと10億円ないぐらいなんですけども、そのお金がまたあるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、そこはもう個人と会社で切り分けていただいて、個人のお金は当然もうとっくにマイナスになりました。 まあ本当に詳しくは堀江さんとの配信を見ていただきたいんですけど暴落した時に一部損切りをして、まあ、一部損を確定してそしてまあさらにお衣装が来て払えなくなって会社のお金を使ってとか、まあ、そんなね本当にこんなことあるんだなっていうような流れで、まあ、こういう局面になってしまったんですけどもそういったのが今の現実です。お金はととととかかかここの先自分ででししようと思っってていますそこでです、ね、寄付してくれたりだったりりだ え、なんか行為で送金をいただいてくれた方がいる。そういう方、そういう方を騙した。そういう声もあるんですけども、これは僕はあの、X でももう何日も前に投稿していますし、え、まあ何回かにわたって投稿してるんですけど、そういったお金はですね、受け取りませんし、もしそういった送金をされた方がいるんであれば、返金します。はい。これはもう本当に X に投稿している通りなので、え、それを見ていただければなと思います。 そしてあの口座の残高の8万円は、まあ、あれも決して嘘ではなくて、今個人の資産はもうマイナスに突入しています。 あれをね乗せてねお金を振り込んでほしいとかまあ本当に僕は夢にも思っていなくてまさか別に自分のね口座を乗せてお金が入るとは全く思っていなかったので、えー、まあそういった声を持っていただいた方は本当にありがたいなと思います、えー、あのもちろんお金を受け取らないんですけれども、えー、感謝させてください、えー、そしてまあ電子マネーも含めて、えー、そういった、えー、今回まあピンチの時に声をいただいた方もちろんお金を受け取るとかではなくてそういう気持ちをくれた方には僕が復活をした暁にはもう何倍にもしてお返ししたい。 なと思っています、まあ、それは今、えー、正直まだ目処が立っていないんで夢物語になるかもしれないんですけども必ず復活をして、えー、何倍にもしてお返ししたいなと思っています本当にお気持ちありがとうございます。 あとまあ誤解されてるところでいうと、えー、まあ焼きそば弁当のツイートを載せたんですけどもあれは僕まあ今回こういうことになって1回北海道に帰省したんですねそれも多分動画で出るんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ焼きそば弁当って北海道民のソウルフードで,でまあこれを食べてまあ昔みたいな気持ちに戻って頑張ろうかなと思って、えー、そういったね意味でツイートしたんですけど、まあ、それを見た方が、えー、もうカップラーメンしか食べれないんじゃないかとかそういったね、えー、まあ というふうに僕は思わせ,思わせてしまったのでそれもまあ決して違いますしそこもまあお詫びしたいなと思います。 あとまあ50億円のマンションを買うみたいなね、えー、まあデ,マかデマが今流れているんですけどもそれもえツイートしたと、えー、まりそういった投稿をした方がですね、まあ、おそらくフォロワー稼ぎなのかわからないんですけども、えー、便乗してツイートをしてその該当のツイートはもう消えていますし、えー、まあそういったことは事実ではありませんので、えー、まあ詳しくは X を遡ってみていただければわかるんじゃないかなと思います50億円はねあのそもそもその50億円のマンションってあるのかなっていう感じですし多分この株がね えー、こんな壁で損してなかったとしても今の僕のレベルでは、えー、50億円のマンションはさすがにね買えませんまあ、もし買えるんだったら別にこのマンション買ってますからはいあの将来的にはそういうマンションも買えるぐらい復活したいなと思って逆にいい刺激になりましたもちろんこれから資材を売り払っていきますし今までみたいな贅沢な生活はできませんもうこれはもう確定してますまあ来月、えー、9月の中旬にはこの青汁比率も出ないといけないです、うん 青汁比率の現状回復費用この内装をです、ね、元に戻す費用で大体8000万円かかりますそういったお金も今何とかしないといけないというような状況でじゃあ僕はどこに住むのかっていうとちょうど一昨日ぐらいですかね一昨日3日前ぐらいにもう既に契約を進めているんですけども家賃にすると大体9万円ぐらいですかね9万円10万円ぐらいになるんですかねそういったねマンションアパートではないんですかね、まあ、マンションの 1DK ワンルームの大きいバージョン みたいなところに引っ越しをします。あの、まあ、今回、青汁ヒルズでもかなり、え、賃貸は懲りたので、え、なんと住宅ローンっていうですね、魔法のね、え、なんか仕組みがあって、大体家賃9万円、10万円するところを、住宅ローンで35年払いにすれば、大体月6万円、7万円でね、え、まあ、あの、買える、そういうね、制度があるので、むしろ家賃を払っていくより、そういった制度を使った方が、全然安上がりなので、え、そういった、え、制度を使って、 そそこに引っっ越そうと思ってます。なので今後この青汁ヒルズで動画が撮れるのももう今月で終わりですねあと何本かで見納めになると思いますとにかくね今個人のお金はもうほぼマイナスみたいな状態になってしまってるんですが会社の運転資金流用,し流用してしまった部分をなんとか工面していって来月末の支払いに間に合わせないとキャッシュアウトしてしまうような状況なんです。それを今本当に僕は一番の課題で考えています。 株を売ればいいじゃんとかそういう,うお声もいただくんですけど、えー、まあ僕本当に投資はね下手なのか結構高い位置でえ持ってしまっています、えー、そして一つの銘柄ではなくて、えー、複数の銘柄を持っているんです。 その銘柄が戻れば、こういう状況がね、良くなるんですけども、今幸い、まあ、先週末ぐらいに結構ね、全体的に戻してきてるんで、本当にピークでやばい状況よりは、幾分ぶかマシになっているのは事実なんですけども、まだまだ含み損を抱えてしまっているような状況です。まあ何よりも,も損切りしてしまった部分があるんでね、それはもう授業で挽回していくしかないかなと思います。 まあこういった事情をね、正直話すかどうか、かなり迷いました。まあ、前回の動画でもまあこういった部分は触れてないと思います。まあ、それも、こういったね内容を取引先だったりとか、関係者が知ってしまうとかなり心配をかけてしまうと思います。 まあでも、えーと、やっぱり自分がもうこういう状況になってしまったっていうふうに発信しようと思った一番のきっかけなんですけど、おそらく、まあ、この青汁比率を出て、えー、次の物件がいいところでは、正直いいところには住めないですし、どん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 ,どん、三崎言う青汁王子ってやばいんじゃないお金ないんじゃないっていう噂が多分、将来的に回っていくと思ったんですよね。はい、今はなんか、いろんな思惑があって、えー、本当はあいつお金があるとか。 嘘だとか言っていただいている方がいるんですけど逆に僕にとってはそれがまだ救いでまだそうして見てもらえてるんだなと思うとなんかどっか心のどっかで安堵してしまう自分がいますただまあ時間が経つにつれてそういったところで生活をしている姿だったりとか、まあ、周りのまあ噂だったりとかそういったものが回って今本当にやばいんだなあいつ終わったなって思われるそれが正直一番怖いです。ややっっぱり経営者ととししててててインンフルエンサーとしてやってきて そそういうふううういいいいに思われてしままのがが一番怖い、えー、そういう自分がいます、えー、なのでやっぱり自分の口からそういった現状をお伝えするのが、まあ、筋というか、まあ、正しいというか自分をある種身,身を守る何、えー、か一つの手段なのかなと思って、えーまあ、現状をお伝えすることにしました、まあ、その伝え方がねちょっと前回の動画みたいな感じで、えー、すごく曖昧で中途半端なものになってしまって。 えーまあ、かなり、えー、よくない、えーえー、見せ方になってしまったことは、えー、本当に誤解を招いたと思いますし一部なんか手が動かなかったのが嘘だとか、まあ、なんかいろんなことを言われてるんですけど、まあ、これは本当に、えー、言わないでいただきたいなと思っていて、まあ、久しぶりに今状況をお伝えすると、まあ、これは、まあ、まだ傷跡がこんなも残ってるんですけどね、えーまあ、手を開こうとすると、まあ、こんな感じですね。まあ、右手は正常です まあ見ていた分かるようにですねまあ、っすぐにならないんですよね、はい、でもそれでもだいぶよくなって小指なんかはちょっとね角度が少しずつまっすぐになったりとか親指もちょっとここまでね動くようになったりとか少しずつ進歩がありますこれもお医者さんに言われてまあ最終的にね元に戻ればねいいんですけどまあ将来どうなるか分かんないなって、まあ、これも僕の中の試練だなっていうの あのまあうかのことは何でもいいですお金がないとかそんなに嘘だとか、まあ、いろんなこと言われるのは結構なんですけど、まあ、自分の体のね、まあ、ある種なんだろう後遺症みたいなねところに関してはどうか、えー、やっぱり自分一番そこを傷ついてしまうんで自分も人間なんで言わないでいただければなと思いますもうほんと見てわかるとおりこれが全てですこれを動くってこれを正常に動くって言われるんだったら、まあ、そうなんでしょうし。 どう捉えてどう見られているのかわからないんですけどねはい、これが全てですこれからはもう仕事を頑張るしかないです、まあ、今いろんな憶測があっていろんなこと言われてるんですけどまあ自分の現状が世間の評価になる日が将来的に近いんじゃないかなと思っています